これは岡山県ですね。涼子さん22歳の方です。岡山の方多いですね、さっきからなんか。そうですね、うん、なんか手回してんじゃないの。私にとって究極に大切なものはやっぱり耳かきでしょうか。1日に3度は耳かきをしないとうずうずよくタバコを吸わないとうずうずするっていうのを聞くけれど、私で言うとそれが耳かきって感じですかね、うん、すごく大事。綿棒じゃなくて絶対に竹のやつっすね、しかしやりすぎのためよく病院に行く羽目になります。耳垢を取るはずの耳かきで耳垢が耳の奥に入り込んでなんと鼓膜に張り付いてしまうという大バカなことをよくやります。耳鼻科の先生にいつも怒られてばっかりです。それでもやっぱりやめられない究極に大切なものなんです、耳かきが。今日も耳かきをしながら、最後までラジオを聞きます。いいですね、耳かきね。これでもあんまりさ、やらなくていいんだってね。僕は一回言われましたね、病院で。僕も ね過剰にやりすぎてね、年に1回ぐらいはね耳鼻科行くんですよ。竹ですか。竹派ですね、私も、うん、はい。